はい、皆様元気にダンスをお楽しみですか。最近はですね、ちょっと前にも紹介しましたように、この男女がまあ逆転したり、もしくはあの男性とか女性かた方がですね、足を踏み替えたこのスローアウェイオーバースウェイの形ですね、ピクチャーポーズ、新企画でございますけれども、今まであんまりみんな踊ったことないと思うんですけどもね、インバーティッドスローアウェイオーバースウェイを、特集ずっとしております。今回はですね、男女がちょうど反対になるようにですね、つまり男性も足を取り替える、女性も足を取り替えるタイプの、オーバースウェイ、スローアウェイオーバースウェイを扱っております。ではどうぞお楽しみくださいませ。最初にまず実技で踊ってお見せしますね。はい、こんにちは、ダンサーの内藤です。もう一度前行こうか。どうぞ偉いね。マスクしてる。偉い、楽しい。今日お会いいただけるのは、ダンサーの内藤でございます。今日お会いいただけるのは、いつも通り、陽子です。インバーティッドですね。インバーティッド、スローアウェイ、オーバースウェイ。インバーテッド、スローアウェイ、オーバースウェイ、続いているので、今回はね、あの前はね、この、もう前は忘れたけど、簡単に踊れるためにバウンスフォーラウェイとかして、でそのままだね、そのままここでよいしょこうとか入りましたけれども、今回はちょっと本格的にいつも通りフォーラウェイリバースで、だいたいあのスローアウェイオーバースウェイとかね、ハイドバンとか、ヒンジね、ヒンジというかレフトウィスか、レフトウィスレフトホイスとかでね、レフトホイスク、ね、このレフトホイスクとか、ホバー、ハイホバー、ホバーコールで、ね、ヒューで、で、セーブトランチ。話したらなくなるとなって、また、収集がつかなくなって、ね、こういう、大体こういうのは、フォーラウェイとかね、バウンスフォーラウェイとか、大技からくるくる回って、最後に、ポワーッと花開くところに使うので、今回はこの、このあれだね、この言葉が出てこない、この普通のスローアウェイオーバースウェイの男女とも足を取り替えたんですよね。これを、このインバーティッド、だから、そういう意味ではね、をやってみようと思うんだけど、簡単に言うとこれだね、だから、前後をちょっと整えるために、ね、この、映像もたくさん投稿して、違うものでも投稿しないといけないので、それは楽をするために、ライディングスピンターね、ライディングスピンターもワンエンドツースして、で、サイドクロスをして、それからフォーラウェイリバーススリップビヨットね、フォーラウェイリバーススリップビヨットの競技会的なコツとしてはね、こうやって、これはまた別の話だけど、こうやって男性 LOD に交代すると思うんだけど、ここで一生懸命180度クリーンと回ろうと思わないで、男性サイド90度回っておいて、この進行方向に対して、こっちはね、こっちまでちゃんと回っておいて、ここを90度だけにすると楽だけどね、それはまあ別のことなんで、ダブルリバースプーンします。今回まではダブルリバースプーン、オーバースプーンをして、そこでもうすぐピクチャーポーズをしちゃおうっていうんだけど、簡単に説明すると、どういうことかな、説明すると、今回するのは、まあ、この前の中ではこうやって男女ともが足を取り替えてビアップするというものなので、言ってみればこれは、男性女性やるからね、
男性は右足体重、女性が左足体重だからね、いつも男性がやることを女性が、女性がやるパターンを男性が褒めると。でそういうことは、ということはこういうふうにしなくても、でこうやってドカッといつものオーバースイングをする体勢になってから足を取り替えてしなくても一歩減らせばですね、つまりオーバースイングとダブルリバースピンをしますよね。ここで、ワン、ツー、エンド、スリー、エンド、ツー、そうしたら2歩出なくても1歩だけにして、ここからこれでもう今すでにもう男性の右足、女性左足ですからね。ただここでそのまますると U ターンするようになるんで、これでも悪くはないけどね、あの男性こっちの足が伸ばせるトレードなんだから、回転が少し少ないのでこう来たら女性こうやって180度回転してから、ここからビアビアビアとこの体勢に入ろうというわけで、まあ、見た感じはいつものスローアウトオーバーセーブほとんど変わらない状態だからね、女性スカート履いてるとね、あの競技会とか、まあ、清掃でね、清掃というか普通のフォーマルな競争だとスカート履いてるから分かんない。なので、こっからまあ180度回転したわけなんで、そうするとこうやってからすぐ作るのも大変なので、1回ここでワン、ツー、スリーとこういうね、普通のスロー合わせこうしておいて、ここからここに乗ってもいいぐらいのね。でそれを今言ったようにこっちの背伸ばするので、ワンツースリー、それからワンツースリーとすると、まあ、スウェー的にもこれ最初はこうだから男性左女性右、それから男性右女性左と変えるね。でも終わりは普通にここは押して、ね、そういうふうにちょっとしてみましたので、こんな感じですよね。ダブルリバースピンからすると1 2 3 and 1バランス悪いな2 3 1 2 3、そして4番ということですね。だから確かにここのところはねちょっとややこしいですね、こっち側から見るとコツとしては、まあ、自分出してね、大体これをやろうっちゅうやつはやろうっちゅうやつはね、あの競技選手とかね、結構腕に覚えのあるやつだと思うので、急にため口になるやつだと思うので、まあ、自分でね、僕はね、私が説明するよりも自分でいろいろ研究すればいいんだけども、まあ、結果だけ言っておくと、結構女性これをね大きくガバッと出しましょう、ね、でもこれはね、あの説明がなくなっちゃうけど、ダブルリバースピンとかフォーラーの時、男性の足がこうガバッと出して、こういうふうに女性を取り囲むようにしてこうやってするわけですから、そのことを思えば別にいつもと一緒ですよね。あのこんなちょろっと出すわけじゃないので、女性をグーッとこういうふうに、ここで男性を取り囲むような感じでグーッと出しますね。もうここの結局接触が命ですからね。そしてここでこういうふうに、それにさらにちょっと押し合ってうまく調整して、そして男性だけ足を引けばいいよね。あのちょうど女性がこうやって寄せてビヤーって以前出したのと同じように、男性はここでこうしたらちょうど女性になるのだから、揃えつつぶわっとこういけば全然問題ないので、この映像を焼き付けておいてください。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、そしてワン、ツー、スリーね。こんな風にして使うとね、あの非常に見栄えもするのでいいんじゃないでしょうかね。じゃあ今日はここまでにしましょう。Thank you.
はい、ご視聴誠にありがとうございました。私たちもですね、ほとんど初めてなのでね、パッと要領よく収録しましたけれども、確かにこのインバーティッドスローアウェイオーバースエイするときに、もう少しいつものオーバースエイのようにですね、このグワグワグワっとですね、この、富士山の裾野のようにね、伸ばす足がもっと強くグワグワグワっとこう伸びるといいですね。ちょっとね、私の方、とにかく陽子先生はかなり良かったですけど、私の方足が短いのかあまり良くありませんでしたね。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。